皆さん、こんにちは。アイルメンです。ことで、うちのチャンネルはあんま登場しないんだけど、なんでかね。なんか今、今回も大変なことがあって、アイルメン、今まで遊んできた、9年間のアプリ。レースビーのね、ドリフトスピリッツ。そう、それがちょっとね、困ってるんですよ。だから今回はね、ドイツでやれば、もっと早く、というかな、タックよりね。で、それで問題は、自分のやめることになったんです。あ、自分で、やめたいわけではなくて、で、仕方なくやめたんですよ。まあ、やめさせたということなんですね。ね。なんかね、アプリを開いたら、なぜか開かないんですよ。全く開かない。開こうとしたら、開かない。開かないんだよ。おかしいと思ってるんですよ。あって思うんだよ。アプリを言うたら、勝手に追い出されちゃうんだよ。アプリの画面のままで、勝手に追い出されちゃうんですよ。6日間くらいな。6日、7日かな。7日間くらいかな。どうやって使ったんですよ。開けるために。でも、それでも無駄だったよ。ダメだったんだよ。まず最終的には、スマホ自体関係た。一応電源切ったんだけど、で、改めて、再起動したら、またアプリに入って、勝手に、追い出されたんですよ。真っ黒の画面で追い出されたんですよ。自分のまであんまスマホ自体でアップデートすることはなかったんで、アップデートをしても久しぶりに、やるのはめんどくそうだから、久しぶりにアップデートしようと思ったら、で、アップデートをね、開かないんだよ。おかしいよね。開かないんだよ。アプリはどんどんバージョンアップするんだから、じゃあスマホもバージョンアップしようかなと思ったら、それでもダメだった。電源切ってもダメだった。で、他のスマホもやってみたんですよ。インストールしたんですよ。それは、インストールと同じかな。あれだよ、一番アプリを消して、またインストールして、それと一緒。スマホ、違うスマホでやってるだから、それと一緒。で、違うスマホで、インストールしたら、なんとかスタート画面が出てるけど、スタートしたら、いつも、普通に、プライバシーとか、そういう画面が出るんですよね。それは全部持ってしたら、で、しばらくしたら、真っ黒な画面になって、スマホを勝手に追い出された。違うスマホなのに、勝手に追い出された。しかも、バージョンアップしてるし、それでも、無駄だった。どんなことが書いても、無駄だった。そっか、あれだよ、スマホの電源切っても、再起動してもダメ。スマホ自体のバージョンアップしてもダメだった。インストールしてもダメだった。
別に、白い道具とか、なんとかなんとか、と言ってるんだけど、調べたらね。それの場合があるんだけど、俺はいつもアフルしてるんで、まあ、大丈夫。でも、それでも、ダメだった。うん。だから、今回は、ストリスピーを、やめたいよ、というわけじゃない。勝手にやめさせてるんで、まあ、じゃあ、仕方なく、やめたいと思います。本当はやめたいってわけじゃないんだけどね。ストリスピーが開かないんだよ。どんな手を使っても、開かないんだよ。俺のスマホが故障かなと思った。それは違うんだよ。違うスマホでやっても同じだったんで。じゃあ、まあ、とりあえず、トリスピとは、さよならにしたいと思います。本当はさよならしたくないけど、まあ、どうしても開かないのなら仕方ないんだよね。じゃあ、とりあえず、それで、まあ、悲しいだけど、あと10年間頑張ってきたんだよね。じゃああれは、あ、じゃああれかな、俺は勝手に、俺は今まで手に入れたイーグレンサーコラボとか、あーホットバージョンがおしゃれでワンダーミッドナイトとか、あと、サイバーソフトが DTX とか、なんだっけ、よろしくメトロップとか、あと、シャコタンボギーや、まあ、いろんな車ね、から手に入れた車が、それを全部失ったみたいな感じなの。X3 車両の、自分的な好きな車、あれほど頑張って作ってたのに、それを失ったんだよ。ディーゼル車から手に入れたの、天使と悪魔。エンジェルとデビルね。アークエンジェルとクリマル。もうそれをしまって、でもね。やめたくないんだけどね。でもやめるしかないんだよ。開かないんだからね。ウルジャー皆様、本当にごめんなさい。ドリスピの動画を、撮影することはないと思います。またそういうことさっきなかったんだよね。でもどうしてもね、開かないのなら、まあ、仕方ないよね。じゃあ、まさか。ということで、この辺で、こいつが、終了となります。これ、ね、ちょっとね、みんなに分かってほしかったんで、これが突然の教えパターン。持っている人がいるかもしれない。ストロのパネの動画なんだよね。一応ね、説明書の。それじゃ、皆さん、またねー。